アカンシオ村上第21号。村上来た。ああ、よっさあ、来た。ああ、よしよし今日も勝つ。気持ちいい。アウトローへの変化球が浮いたな。最後の最後に抑えが主軸打者に対して2回も3回もミスして結果を出されるってのは影響でかいんだな。オスナ一瞬で終わるな W。オスナ不調期に入ったか内容が悪い。サンタナ村上オスナは暗黒土橋時代のレオン杉浦ブロハードだな。昨日の谷繁といい江本といいみんな村上は降りすぎてると思ってるんだが、今日も雨雷ビカビカよ。雨はともかく雷は怖いな。大山さんいつも見たく優しくしてよ。長岡の守備範囲狭すぎて草。さっさと打ち取れ。たまにはビシッと抑えられんのか。今日は成立しねえ可能性が高いからな。負けたら長岡とサイスのせいやな。さっさと抑えろ。今日はいつもより低めに来てるかな。ご視聴ありがとうございました。